僕小林さんと昔、はい、あの仕事終わりで行った時、はい、あのご飯とか行ったりとか、はい、あんまり小林さん基本的には、はい、みんなとねご飯行かないのよあそうなんですか。もうまっすぐ帰るし。確かに僕も飲み会でお会いしたことないけど、ただあのやりたいゲームがある時だけ来てくれてたのね。やりたい何かしらハンターなんだけど、あ何かしらハンターに熱々だった頃には、そういう時はみんな終わった後に何かしらハンターしませんって来てくれてて、その時は必ず飲み食いすできる場所でやってたんだけど、はいはい、毎回小林さんが怒ってくれて、へー何かしらハンターの時だけそれもうモンスター何かしら全部言っちゃっちゃうよでもそれ以外はもうすぐ帰っちゃう家が大好きで。あそうなんですか、うん、居心地がいい。そうそうそう、はいはい、家に帰ると、はい、ゲームできるんですよどこでもゲームそれ、 それ家じゃなくてゲームが好きなんですゲームが好きかなそうなんですね。ゲームが好きっていうことなのかな、はい、もう毎日絶対ゲームやる感じ。毎日絶対ゲームやるかな。へえ。それが家族みんな、ね、みんなゲーム好きなの。そうそうそう、家族は。だから帰ると、はい、必ずもうパーティーがで待っててくれるから早く帰ってきてって言われるわけですよいいですね、なんかほのぼのしますね。そうなんですよ、だから帰るのが大好きで、はいはいはい、じゃあ逆に小安さんがおごられたりすることって、うん、小安さんはもう小安さんが先当然先輩になるけど、誰と飯とか言ってたんだろう小安さん。ああ、いや若手の時は、飲み会あったとしても、うんはい、その番組終わり、はい、割り勘だったよ、ね、あそうか、そうなんですか。かつてあの我々の業界あったやつだ、はい、あのすごい長い時間飲んで先輩5,000円だけ出してちょっとほんのちょっとしか多くないのになんかありがとうございますってみんなで言わなかったらいけないやつだそれ なのにみんな若手も3,000円ぐらい払ってて、はい、あんま金なって思って、はい、でもなんか先輩ちょっと多く出してる勘出すからありがとうございますって言ったやつだちょっとうなずきにくいやつだうなずきにくいよそれでもなんか僕のイメージだと結構まあアニメって割とみんな打ち上げをおごってくれるっていうかイメージあるんですけどね。何人かねアグレッシブな人がその中から生まれていったら、ね、森川さんだったというか。で前はなかったんですかそういう文化が。なかったね。へだってそんなことやってたら大変なことになるじゃん。まあ、確かに、全ての現場飲み会ありましたもん。だってあそっかもう声優さんなんてさ、はい、貧乏だよ意外に金持ってないからね。そう財布持ってないですね。本当そんなおごるなんて。そうですね、でもだから僕が若手の時はやっぱりちょっと喫茶店に行って先輩とかにまあコーヒー一杯ねそれここねおごりだからっつってなんかこう伝票持って、はい、ああいうのなんかすごい嬉しかったりとか、はい、あかっこいいなっていうふうに思いますよ、ね、思う、うんうん、あとなんか差し入れ入れてくれる先輩見たりとかするだけでも今よりもなんか食べていいんだよとか、はい、食べなとか、はい言ってくれるだけでなんか素敵な先輩、うん、お腹空いてましたもんね、うん、若い頃なんてずっとそうそうそうみんな食えみたいな感じですもんね、うん、そんな感じだね。差し入れね確かにここのラジオだってずっとやってんだったら差し入れの一つや二つ持ってきた方がいいっすよ柳さん。あ僕がそういうもんかそうそうそう僕差し入れしたことないからあらなんかううそれはそれでそれはそれででも逆に僕おごるタイプなんですよ結構。ああかっこいいじゃないですか。なんかもともと剣道部だったんで、はいはいはい、やっぱ体育会のノリで、うん、なるほどなるほど全部絶対に後輩に出させないみたいな文化があってかっこよ、うん、もうだから学生の時からおごられたしおごったしみたいなのがあって、うん、今でも いいっすか。ああ小安くんと安本くん、うん、いいっすか自分らいいっすか牛丼美味しい安いけど美味しい美味しいけど怒ってほしいな2人に怒ってるだろうが確かに安本さんにはめっちゃ怒ってもらってるそれは言わないとね。そうですね。でも手料理を食べたい。ああそれはいつでも。すごい料理好き上手なんですよ。すごいね。いつでもどうぞそれ。じゃあうちの息子行かせるんでちょっと。あ本人じゃないんだとりあえず まず様子見で小安さんの息子はね杉田君と中村君が好きだからいやそんなことは安本君もこの2人を呼ばないとテンション下がるいやそんなことそんなことないよそこに混ぜてもらいましょう僕ら